省エネの取り組みとしてネクタイなどの着用を求めない通年クールビズ・ウォームビズが今日から県庁でスタートしました。県では毎年期間を決め、クールビズとウォームビズの取り組みを進めてきました。今年はより省エネを推進するため、年間を通して職員にネクタイなどの着用を求めないクールビズ・ウォームビズの通年化を実施します。今日は多くの職員がポロシャツ姿などで職務に当たっています。動きやすい格好でもあるので、非常に効率的に作業ができると感じています。県庁では2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げています。